クポンでございますますすノライグループががめっっちゃ盛り上がってますただね、あのー、また制限がかかっててで昼間なんで12時間ほど前ですかね、えー、一度制限がかかってあとうんとね48時間だから36時間くらい経たないとお私の方からね招待ができないんですよで Twitter 直の方で多分音声この音声を聞かれてない方からいっぱい LINE の方頂い,いててで追加私してないでね様子を見てるんですけどもまあ追加できないからね分かんなくなっちゃうんでねで LINE で追加する時っていうのはその友達のねプラス人,人の文字のプラスで追加をどん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 できるんですけどもそれをやっちゃうとどこまでえーねそのグループの中に入れたのかっていうのは分かんなくなるんでだから追加はしてませんし しっかりね、届いてるよっていうことだけをお伝えしたい。ただ、あの、ツイッター時間の方は、この音声を聞いてない可能性が非常に高いんですよ。うん。なので、えー、まあ、そんなね、近場でそういう方がいらっしゃいましたら、そういうことをね、一言二言を伝えていただきたいなと思っております。はい。えー、でですね、えー、っと、 これは、あのー、アゴツガ市場ね、盛り上がってきたんじゃないかなっていう感じはしてるんですけど、そこを一回打ったんですかね。全体的にプラスで、マーケットキャップ上見てても、マイナスになってるのが一箇所しかないですかね。うん。一箇所でもちょこっと、ちょこっとのマイナス、コンマ5%とかね、そんな感じでございます。はい。で、ならびに、やっぱりエイダもね、盛り上がってきてますよ。で、まあ今200、今、2300あたりなので、まあ、いろいろ、 えっとね、ありましたけど、あのー、まだまだじゃないかなと。で、あのー、私、映のことをまるっきり知らないですよ。で、まるっきり知らないで入った。当時はまるっきり知らないで入ってます。で、運ってものはですね、そもそも人から持って、あのー、人が上げてくれるものなので、運が悪いとか運がいいとかってよく言うんですけども、だいたい運が悪い方っていうのは周りですね。 でそのうちにミラ,ミラーニュートンって言って例えば痩せたい人が太ってるところに行ったらやっぱり太るんですよ、ねえー。お金持ちじゃないとこに貧乏人がお金持ちになりたいって言ってお金持ちじゃないとこにいたらやっぱりそのまんまなんですよ。それミラーニュートンって言うんですけどもそのお相手対峙してる方が笑顔であれば笑顔になるわけですね。 で私もさすがに何件かいただいててコメントをね、最初はほっといたんですけども、おコメントの方は削除させていただきました。えー、とこれはね、有名 YouTuber の名前を使ってる方で、以前ね、これブロックしたんですけども、なんでか知んないけど、このブロックの方があーされてないんですよね。ブロックはしっぱなしになってるんですけど、で要は自分の名前を入れ使ってないんだと思うんですよ。こういう方って。若いね。 あのー、本当、ヒカキンさんとかね、な,なんかコラボを,を,をされてる方の名前を使ってます。おそらくその名前からね、うーん受給っていうものを狙ったんでしょうけど、やっぱそうは、ねえー、いかないわけですよ、この世界。すぐ、あのー、偽名だとかっていうのはばれてしまうし、うーんまあまあ、これ以上言うのやめよう、あのー、なんですよ。だからやるんであれば、しっかりとね、 えー、自分の名前を立てるんであれば立てるし芸名を立てるんであれば立てるでそのブランド力がつくまでは本当にそのまあ下積みですよね、えー、そういう感じです、あのー、いくら他人のね相場に乗ろうとしてもまあ私からするとちょっとねあのー、まあ汚い言葉を投げられたんでここは申し訳ないんですけどもっていうところなんですようん。 とはあの報告の方は入れときました申し訳わけないですけどねはいよろしくお願いしますあの程度まあ、程度っていうのがありますよねうん、程度っていうのは言ってることはわかるんですけどもあの少なくとも今私が発信しているものに対して乗っかってきてらっしゃる方がいらっしゃいますのでまぁ、あ、なんていうのかなそういうことなんですようん、そこが多分ね分かっ てくれないんじゃないかなとは思うんですけども自分で自己発信をしてで人がねうおーって言うところなんですねそれがその結果は分かんないんですよ未来になってみないと分かんないしいーそのエイダの件もそうですしね私が狙ってエイダを買ったんじゃなくてこの方がいいよって言うから買っただけなんですよもうそこがまるっきり軸があーまあ、ずれてますし私がねそのエイダに入った理由ってのは本当に人に乗っかっただけです うん、この方が進めたからいいよっていうところで乗っかっただけなんですよ。ねうん。あのー、何度か言ってたんですけども最近から聞き始めたんだと思うんですけどもピラミッドののの頂点の情報ってていうのはなかななかか下に落ちてこないんですよそこなんですまず。でそこの10階から1階0階まで降りてこない情報をそれが降りてくるそれがテレグラムグループだったんですね。そそもそもなんでテレグラム発信 うん、宣伝し始めたのっていうとこなんだけどもそのテレグラムを発信したっていうのはその映画を勧めてくれた方が主人となってやられてる方やられてるのでほんじゃ5000人向かうのにはどうしたらいいのっていうところでそういう問いかけがあったのでほんじゃ私の方でどこまでやれるかわかんないんだけども音声の方で入れてみようとでそれに対してこれわーって集まってくださってる方もいらっしゃるわけですよ。うん、であの 本当ミラーニュートンって本当怖いんですよ。で、そういう方々の、やっぱり、まあ、そのテレグラムはテレグラムでいいとして、えー、先ほどのねう、K さんって方が、その汚い言葉をやっぱり並べたんですけども、その,うその汚い言葉を、要は並べてるものに対して、受け取ってる私もね、無害ではないんですよ。水なんでね、水は言葉を記憶するっていう言葉があります。ね、それは本当だと思います。 私たちはあだから住む場所を変えろとかね付き合う人を変えろとかね、えー、いう話でそれを変えることによって全然今までの価値観とは違う価値観が違う人たちと入れ替わる中で,で自分が目指しているものを,を,を自分の未来に立っている人たちに会いに行くことによってそういう形になるんですよ、うん、だからそれぐらい影響力があるってことなんですよね。で私がそのキャパシティを持ってればいいればんですよ もっとドーンと構えてて何のストレスもないような状態で生きててあっち明日沖縄行こうとかねで明日はタイに行って人に会おうとかねそういう,う土台があればいいんだけどもまだねその土台が気づけてないので申し訳ないですけどもそのノイズとしてね切らせていただきますねはいそんな感じでございますえー、でですね でビットクラブの方もそのテレグラムグループではなくてノアグループの方でビットクラブの方の話が出てたのでここまあ、1つねちょこっとだけあのー、卵ピヨピヨコケコッコなんですよこの連鎖なんですねで最初は3500っていうものから入ってまあ、99ドルが必要で3600ねこれ結構セールスしてるんだけどもあのー、長期軸です で3600い入っていただいてあとはちょいちょいこうつなげ方があるんでねそうおいおい聞いてみてくださいで入っていただいて本当にそこからスタートで今地合いがあこれ持ち上がるかものところなんですけども何とも言えないのであのー、この様子をねこの先どうなるのかっていうのは分かんないんだけどもまあ本当どうなるか分からないでこう尻込みをして動かない方向けなんですよね長期軸で持つっていうね でそれがマイニングのビットグラブでこれは一般的なマイニングっていうのは自宅でやるタイプなのかな自宅でやったりとか空き家でやるっていうのがものなんですけどもあの3500のこっちのねやつっていうのは曲がりです曲がりをして3500ドルまあ3600ドルを投げて曲がりをして最初準備期間で30日があって次1日から 1000、うん、日ですねでこれで、うん、スタートをさせてマイニングをするとで報酬としてビットコインキャッシュでもらう側とおビットコインキャッシュをそのままあ再投資する側が振り分けられます。 それは10%ずつで振り分けられるので例えば再投資が50%あー報酬が50%にするとマイニングで落ちるビットコインキャッシュがその中の50%あります。で、程度どのぐらいなのかっていうと30日で37から40日目に最初のね、報酬がおります。ね、でそれが報酬で落とした場合はあそこからあーですね報酬が出てそこから再投資と報酬手元の財布に落とす。 ボレットに落とすタイプなのでそんんな感じででで毎毎回毎回積み上がっていくんですよで再投資にした場合っていうのは卵をピヨピヨコケコッコの連鎖なんですよその50%がねで、うん、と再投資にして50%がそのまたその卵になってそこからゼロカウントなんですよで1日かゼか0じゃなくて1日から1000日でカウントされるんで卵が落とされたでそこから1日でね えカウントされて7から10日目にまた次のね、えー、卵が生まれるわけなんですよね。だそういうことなんですよ。それの連鎖なんで,でこれをね20%とか30%とかを再投資で回しておけばあ元金は減らないって言われてるんでまあまあそんな感じでやってみてもいいんじゃないかなと思うんですよ。でこれはあくまでもうーん長期投資です。長期。ね。うん だから、なんかもやもやするぐらいで、だ私はこの暗号通貨に対してうん、なんだろ切れないと思ってるんで、膨らむ一方だと思ってますんで、その理屈は本当、車。車って人間投げないよねって、温暖化これだけ進んでて、気候変動が激しいのに、台風でかくなってるのに、ね、オゾンホール広がってんのに、それはどん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 使ってくるでしょって、フロンガスの規制もだいぶかかったでしょ、うん。で、オゾンホールは、フロンガスって使ってから10年で、 えー、オゾンホールの方に向かってねでオゾンホールを破壊し始めるっていうから10年かかるわけですよだ今のフロンガスを使ったら10年後にねオゾンホールに向かってオゾンを破壊してくれるわけですよそうすると紫外線がそのままもろね太陽から出る紫外線があ私たち人体とか植物とか動物とかにねお魚もそうだし海藻もそうだしね全部そこに降り注ぐよっていうことなので,でそうすると人間で言えば 肺,肺がんじゃない皮膚,がん皮膚がんになるしだから普通の動物も程度無害ではないんですよ植物も当然無害ではないですうんでそれがその人間がやることなのでクラウド上に一回投げた資金っていうのがどうなんのかって言ったらもうみぞも水をなんかもうバンバン切ってね銀行も切ってるじゃないですか人でこの地合いでもってそれが止まる理屈がないんですよね私の頭の中では。 一回投げちゃってるからでバブル感もまだないしねバブルがどうなのっていう話はよく聞くんだけどもこれはまあ遅くても6月6月あたりから上がってくんじゃないかなと早ければ本当3月頭あ3月末,末ではなくて中ぐらいから少し動き始めるんじゃないかなと思うんですよ上の方に向かってねでその中で上下はあると思うんですけどもそんな感じで動いてくのかなと思っておりますんではい。 ねえー、こんな感じでやっていってくださいほんと長期なんでねはいで他の通貨もおまあ、どうなのか分かんないんだけども私はエイダはあー何を知ってるわけでもないですよ正直お前調べないのかよって調べませんそんなにね心配はしてないんですよ来てるところが来てるところなんでっていうところなんですよねでその方がやばいよって言うんであれば少し動揺もするんだけども正直まあここまでは下がらないとは思ってましたよ 思ってましたけど、まあ、ここまで下がらないと思ってなくても、まあ、下がっちゃったと。でも、まあまあ、あのー、1年半、あと1年半ぐらいはね、えーまあ、ここからは削らないんじゃないかなと思います。はいあのー、ですね、あと本当、ここだけ、1点だけ言っときますけど、その、調べる必要があるかないかっていうのですけども、この相場っていうのも、2通りあるんですよ。 今まで既存のもの既存の生い立ちがこうあって株だとかね債券とかあ為替とかね、えー、ものってあるじゃないですかでチャートが出来上がってその中でチャートがう々ぬかんぬんとかってあるでしょでも暗号通貨ってそのチャートって短期で見てもち中期で見ても長期で見ても読めないと思うんですよそんなになんでかっていうと市場のなんていうのかな金融ビッグバンですから あのお金が今までなかったこと,ところにお金みたいなものが増えちゃったんですよ。じゃあこれいいやって始まって、えー、そ,れそっからねいいやっていうところからさっきの車の話人間が一回ね文明でこれいいやって思ったものをそのまま捨てられるってで人間の上食った果てしないから一回いいって思ったものっていうのは道具っていうのは捨てないと思うんですよっていう話だから広がる一方だしだそれがいわゆる金融ビッグバンなんですよ。 そこまでは、分あの今ね、聞かれてる方とかっていうのは、散々私、こういう話をしてるんで、大丈夫だと思うんですけども、だから暗号通貨なんですよっていう話なんですね。だから、ビットクラブなんですよって、だから、エイダは量子コンピューターも絡んでるんで、だから、エイダなんですよと。あと、エイダのプラスワンで見れば、シールドっていうのがあるんですけども、エイダのね、量子コンピューターと、あとはモネロみたいなやつですね。 エイダとモネロが合体したようなね匿名性がある量子コンピューター対策がされてる通貨があるんですよシールドっていうのがあってでああいうのとかねうんだまあ本当にああいうのは今からなんですよで量子コンピューター量子コンピューターって言うけどあと2年か3年ぐらいは何ともないと思ってますんでうんなんかトマネチさんの動画なんかね見るとなかなか難しいんですけども あのー、いくらかでも理解が深まるんじゃないかなと思います。ね、量子コンピューターのリスクですね。うん、について。えー、で、えっとね、なんかし、あーこれか。ついにアメリカも仮想通貨取引所を登録制規制強化が進んでますだって。これはいいことですね、うん、非常にね。 えと米国証券取引委員会 SEC が仮想通貨取引所は証券取引所の同様に SEC に登録すべきとする見解を発表したっていうところですねこれは非常にいい傾向じゃないですか暗号通貨は資産という捉え方アメリカでは暗号通貨の売買益は株式の売買と同じ扱いとされてなんかあれなんですよねかあの日本でいうところの 20%なんですよ。だから利益のだから配当とキャピタルとインカムがあってでそのうち20%税金で抜かれるんだけども株ってね。でそれと同じ扱いらしいんですよねアメリカ。いいですよね。でビットコインによる収入に,にはキャピタルゲイン税が適用してます。あアメリカでも20%ですね。キャピタルゲイン税は株式等の取引を譲渡益が発生した場合に課せられる税金のことで日本は。 住民税5%、所得税15%の合計20%が適用される。ちなみにアメリカのキャピタルイン税は12ヶ月未満の短期保有の場合、10%から39.8%の税率が適用され、日本よりも高利率となっているの、日本っていいんですね。また、ビットコインのマイニング、ビットコインのブロックチェーン技術の信頼性を担保する円算に対する 対して与えられる報酬は報酬酬はなんだこれマイニングか。ビットコインの計算でね、一番最初に解いた人がもらえるっていうのはマイニングね。で、まあ、報酬は得た時点で市場価格によって課税されるとしてます。まあまあ、これは日本でもあります。マイニング、マイニングって言いますけど、そのままマイニングっていうもので報酬を得た状態でやると、 うんと利益と見なされて、税金を払わなきゃいけないんですよ。ちう話ですね。で、まあ、これについては、あのビットグラブつながっていただいたときにでも、この辺お話をしようかなと思うんですけども、ここ、結構大事なんですよね。うん今の言葉がヒントなんだけども、本当ここの部分って結構大事。それをビットグラブで入ってやるかやらないかで、だいぶ変わってきます。うん。ね。えー、そんな感じでございます。 ビットグラブ押し押しになったんですけどもあのノア、NO AH、のね LINE グループっていうのはまだあ全然枠はありますんで、まあ、3日で110人120人弱ぐらい集まっていただいてますでまだね LINE の方を追加しないで保,う保留になってる方も230人いらっしゃるんで軽、まあ、でね、まあ、他の方もつないでいただけると思うので、まあ、少なくとも今月中には まあ200人弱ぐらいは集まるんじゃないかなと思います。まあ行かないかもわかんないしね。ただ150人くらいは行くんじゃないかなと。で、こうなってくるとすごいんですよ。私、しばらくぶりにスマホを開いてね、LINE のグループを見たらあ、昼過ぎ、2時ぐらいからあ10時ぐらいにかけて、うわーって既読、うんとね、LINE、うん、 数値が120くらい溜まっててすごいんですよねそんだけ8時間のうちにそれだけワイワイやってくださったってことで本当にいいですねで、割とその中はオープンにしてますだからオープンにしてるからマイニングの話も出たりとかでビットクラブの話も別の方がやられてるようでねそういう話が出たりとかあやりたいですっていい流れですよね あ,のあくまでもああいうものって本当タイミングがあって自分がこう言葉を発した時にね乗ってくださる方がいたらそれでそれはそれでいいんですよ。うん、でその方から乗っていただいてつないでいただいてねで一人でも多くの方があその幸福度をね、えー、なんていうのかな上げていくで収入面も上げていくっていうところなので、あのー、それ以上でも以下でもないんですよ。そこは寛容に見てます。 結構あの縛りを多くしちゃうと確かにね私から取ってっていうところも、えー、ゼロではないんですよ正直ね私が主とな,なるグループだから私から取ってっていうのはゼロではないんだけどもそれを一回縛ってしまうとその中にね 私がいつも音声で言ってる今窮屈でマニュアルっていうものが生かされないよってマニュアルっていうものはもう死んでるからって死んでる相場だからその死んでる相場に対してみんなで乗っててもそれはダメでしょってだから自己発信が必要だしだから暗号通貨がその資金を吸収してどん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 でかくなってくるしだからマイニングもそうだし他のね通貨 ICO がいいっていうのも結局のところそこの人件費たるなると思って。 ななるものかなあだとか古い業態ロボットだとか AI だとかとお戦,戦いっていうかね、えー、天秤にかけた時に持ち人も、ね、使うのも人集まんないしじゃあ,あ設備としようかっていうふうにやって一回入れた入れたらとかあと海外の人たちを一回ね国内に招いたらおそらくに日本人より超真面目だからね、うん、ああでもないこうでもないって多分言わないし 何いいて言うのかな情報も拾わないから本当それはホリエモン万博のね、えー、あれの件でケバブの件で話しましたけどペルー人ーネパール人かケバブはどトルコ人か。 トルコ人がケバブって日本に広めたじゃないですかね。で、トルコ人がやってると思ったらもうネパール人がいてでネ,ネパール人が来た理由ってのはおそらく人件費がトルコ人より安いからなんですよね。でトルコ人だと日本との精通っていうのはすごい密だから和歌山のトゥールあーなんだっけトゥールス,ストゥット号かななんかそういうね船をがあートルコの船がね 遭難した時があるんですよその時和歌山県の○○っていうところでそれを助けたっていうんですよねでそれの歴史がどうやら教科書に載っか,かってるぐらいねで日本っていうのはトルコ人なトルコに対してすごい,い,い素敵なね、えー、国民だと思われてるっていうところのすごい印象がいいんですよだからトルコ人人って日本人大好きなんですよ。 あの六本木とか本当週末歩って酔っ払って歩ってたら「あいいねいいね」いいねなんてノリノリで歩ってたら「いい今晩止まってく」ぐらいな感じですよ。そのぐらいあの日本人っていうのはあトルコ人に対して、あのー、なんていうのかな近い存在っていうかねいやそんな感じですよ。うん、なのでそういうことがあるんですよ。でそのトルコ人もそういう感じなんですね。で結局ネパール人もそうやって 雇われて人件費が安いからでネパール人は情報を入れられてなくてゴレモン万博が周りでやってるのにそれも気づかなくてお客さん少ないよって言ってるぐらいの感じですよ。でそういうことなんですよ結局情報を入れないでね日本にはい何、うん、て言うのかな 雇われちゃううっていうかね日本の企業とか日本の会社に雇われちゃうとそうすると日本人は情報をネットであのいろいろ労働基準がなんとかかんとかこれおかしいブラックじゃないのって調べるじゃないですかでも彼ら調べないからね調べられないと思うし多分道具も与えられないんだと思うんですよ。でそうすれば黙ってその世界で働いてくれるじゃないですか日本へってこうだよああだよって。 でその店に配置をされてでこうだよって明日からこうしてよああしてよってであっちの言葉で言われてで程度挨拶はいらっしゃいませありがとうございました。で何々円です何々っていうそのトルコ料理のそのケバ,ケバブのねメニューの名前を覚えてでそれでいいわけですよ。 でででその世界に私たちがいいるんんやばいんですよだからそのノアグループは何て言うのかなおおらかっていうか、まあ、勝手にやればみたいなところはあるんですよ正直。どの辺まで私がそれでやってる許容できるのかわからないんだけどもでもね、あのー、それをやっぱりしてあげないとうーその場所をね提供してあげないと集まる場所を提供してあげないとねそれ動けないと思うんですよ。 集め方っていうのも何ていうのかな自分の発信いきなり発信して自分っていうブランドが立つわけでもないし発信をしてし試行錯誤して店をなんか物売りでもそうなんだけどもなんかをやって試行錯誤してーメルカリでやってヤフオクでやってヤフオクだったらこうやってとかヤフオクでうんやってでそこに私なんかやってた時っていうか物を処分した時にやったんですけども YouTube に載っけたんですよこういう掃除機ですよってすぐ売れましたね。 こういう,うポットですよっていうのを出して、まあ、いらないのがあったんですよね。うん。なんか商品を当てたかなんかでね、ものがあって、んで、まあ掃除機は使ってたんだけども、で、中古だよってちゃんと言って、で、それを出したんですよ。そしたら、どうほ本当動画でやったら早いですよ。再生回数も伸びるし、 うーんまあ、500再生とかかなりましたからねで今も動画残ってるんでまだまだ伸びてるんじゃないかなと思いますよねちょこちょこねそんなに反応はないと思うんだけどもなんか光がさした時に急に伸びますよ例えばなんだろうなあのー、瀬戸りのね 塾なんかで行った時に「いやこんな動画あるよ」っていうところで題材にされたらみんなわーって見るじゃないですか。でその時にバズが立って「なん,なんだこの野郎」っていう話で「この人なんだろう」って接点取ってみようって接点取ったら「あこんな人だった」みたいなねそういうつながりもできるし一回ほんとクラウド上に投げるとそういうなんていうのかなあのー、波紋ですよね。 うーん水たまりに石を投げると波紋が起きるじゃないですかそれが背取りのね塾とかで紹介されたら波紋が起きるわけですよ。でうん最初は動画で流したら面白いよってすぐ売れるよっていうのがあ塾生に対してこうフィードバックされてね、えー、されるんだけどもだからそのうちに私っていう本人に興味が出る方が。 少しでも100人のうちに23人でもいる,といるとは思うんですよねで23人の方が私に興味を持った時に私に今度接点取る方がおそらく1000人とかいれば1人ぐらいいらっしゃると思うんですよでそうなってくんですよねだからネットってすごいんですよネットで物を投げると拡散力もうそのクラウド上に残るしねだからすごいんですよネットってだから情報発信っていうのはしていくとどん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 積み上げなんですよこれ 確かに情報発信っていうのは何て言うのかな労働ですよ。これは全て労働です。普通に商店とかでかあのレジ打ちをするとか新聞配達やる、牛乳配達やるって全部労働だけどもこれ全部労働ですから全部労働。全部労働なんだけどこれがダイレクトで来るんですよ。これがだいぶ違うんですよ。これ相当違いますよ。うん。ダイレクトでねバーンって来るとで今回みたいなね おかしな言葉を youtube のね。ああ、私これちょっとね。ブラックにするみたいな話を最初しましたけど、あのああいうことが起きるっていうのはダイレクトでこう感じられるんですよ。多分この聞いてらっしゃる方はそこまでしなくてもっていう方もいらっしゃると思うんですよ。ただ、その私はその対峙する人に対してとか対峙する動画に対して対峙する文字に対してうー対峙する空気感っていうのはものすごく大事にしてるんですよ。 その大事にしないとノイズってのがどん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 でかくなって強いては自分の行動だとかね言動にその悪いものとか本当は発,発しない方がいいんじゃないかその言葉っていうものを普通に出すようになってう,ん,だうんとね斎藤ひとりさん斎藤ひとりさんの言う地獄言葉をバン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 出すようになってきたらこれは私の運気が下がるわけですよそれだけで,でそれだけなんですよ なんだけどもそのノイズって、うん、水,水は言葉を記憶,記憶するのでそのノイズが私自身に入ってくると、うん、これはなスピリチュア系の話なんだけどもでもそれは黙ってね信じてやってた方がいいんですよ本当に。運の何、うんうん、て言うのかなそのノイズをね悪いノイズを発信してるとその悪いのノイズが乗っかってきますから。 だから、泥棒になりたきゃ泥,泥棒にね、泥棒に入信をすればいいし、泥棒になりたくなくて、お金持ちになりたいんであれば、お金持ちに入信をすればいいんですよ。で、お金持ちではなくて、夢を語りたい場所に行きたいんであれば、夢を語る場所に行けばいいんですよ。だから、それだけの話なんですよ。 で夢が叶わないとか目標,目標なんかいらないと思うんだけども自分のいる周りにいる人たちがネットの中でもいいんですよ。ネットの中でもいいんでそういう人たちを探してで実際そういう人に会ってみるっていうのが最強だと思うんですよ。そこで会って初めてああ、こうだなああだなってこの人のこの言葉すげえよなっていうでそれを直にインストールしようってなってくるともうこれが全然違うわけなんですよ。わかります このね、自分で直にこう何て言うのかなこう来ると音声っていうかうんと肉声が一番強い肉声が一番強くて次が音声音声だから今の動画とかね動画とかのこの音声とかあとは電話とかねが強くてで次文字いいですですこの順番ですだから、あのー、セールスとかの場合ってのはこれ会いたがるんですよ会えば 会えばですよ会えばセールスをしやすくなるんですよね。うん、で対面でしょ、うん、対面なのでそういう何て言うのかなことが起きるわけですよ。だからそれだけ私たちのこの水っていう媒体でできてる体ってのは。 あ影響されるってことなんですよだから私はあそこまでやんなくてもっていうところをブロックしてみたりとかあ通報してみたりっていうのは今回したんだけども、あのー、そこまでしたわけですよ。あんまり、えー、程度なめてね、えー、かかってるとやっぱり怖いんですよ。非常に怖いですよ。うん。本当に。本当言葉とかあ言葉っていうのは水は言葉を記憶しま,記憶しますから。 あその言葉をねね、えー、が分かるんですよ、ね、水だからだからあ私たちが自分の体に対して自分の頭に対してね全部自分の体、ね、でそれに対していいふうに向くんであれば自分の、ね、寝る前にこうなりたいああなりたいっていう夢を自分の体に語るんですよ自分の言葉でね自分の耳に入れるんですよ自分の言葉で例えば宇宙に行くとかね、うん、アマゾンの心理を守るとかねもう あのビッグマウスでいいんですそんなものは。でビッグマウスでよくってでそのほんビッグマウスでいいんですよ。その若いからとか年取ったから私にはこれができないとかではなくて本当に言うんですよ自分の体に。うんいや本当ね、あのー、足ありがとうとかね頭ありがとうとか言うぐらいで体を洗う時に言ってくとお本当と水でできてるんでね。えー、おそらくうー も問,題問題なくねそれは近その夢というかあ現実にね近づいていくんじゃないかなと思います発信っていうのは神ですから発信を自分の体に対して発信をするの,のもそうだしでそれに対して周りにもその発信をすることによってそういう人たちしか集まってこなくなりますからで程度もそういう人たちっていうのはもう避けた方がいいですうんこれな中野信子さんも言っててたまげたのは あの,のね太ってる人と一緒にいたら太るよねっていう話をしてたんですよだからそれは同じですよね、うん、自分が痩せたいのに太る人たちと一緒にいたら太るんですよやっぱりあの体質で太るって言いますけどやっぱりエネルギーの原理原則上体質で太るってどうなんですかねあののー、回体にに入れれたもが吸収されにくいからから あまあ体質もあるのかな,、まあ、でもなく中野さんはそうやっておっしゃってました。うん、うんだからそれは一緒なんじゃないですかタバコをやめたいんであればタバコを吸ってるグループにいたらダメだし、うん、吸わないグループと一緒にいなきゃいけないしまたはもう全然グループからそこ外れて、ねえー、いるっていうのがいいんじゃないかなと思いますから。うん、っていう感じでございますよ。はいね えどんどこんどんどん、まあ、こ、本当ね、えー、こういう話なんですけども、非常に大事ですね。で、3・11ですね、こちら、ちょこっとね、で私、この時に秋田にいました。で、秋田に行って、で当時、岩手の方に新幹線で、その日にね、えー、まあその日の夕方に乗っかっていこうかなっていうところでの3・11、15時前だったかな、震災があって、たまげたんだけども、本当、あの震災のね、 あの怖さっていうのは福山さんがこんなこと言っててまあ震災をの日をね防災グッズの,なんていうのかな賞味期限とか消費期限をちゃんと確認する日にしようっていうでまあ自然だから何にもできないんだけどもでも少なくともその起きることに対してうーんちょっとだけでもね備えていこうっていうところをなんかおっしゃってましたねあの本当に悲惨なね。 ものであって私もボランティアに宮城の方のね浜の方とイチゴ農家の方に行かせていただきましたけど本当大変なところなんですよ非常にで私が宮城の下の方に住んでたんですよ1年くらいいたんですけども本当その前の年ぐらいまで住んでたんですね前の年かもっと前だったかな 3年くらい前か。いい加減だったな。3年、4年くらい前に住んでたんだけども、で、そこの場所もやっぱ流されてしまってて、まあ、なんとも言えないんでね、まあ、ここはあんまり私みたいなね、程度何も生じて、そこで体験してないのが話さない方がいいと思うので、ここにし、ここで終わりますけど、本当あのー、まあ、 ちょっとね気に留めるというかずっとやっぱり考えてると大変なので萎縮しちゃうと思うんだけどもちょっとね311っていうところとか911とかねポイントポイントで、えー、その日のね、えー、1分でも5分でもねなんかそういう時間を設けたらいいんじゃないかなと思いますね、えー、どれ何ができるのかっていうところとか あ,あとはその防災やっぱ自分の命を守るっていうのは大事だしっていうところとかね、えー、なんかうまく言えないんだけども、あのー、そんなちょっとね、まあ、3・11っていうことでちょっと話してしまいましたけど本当お何とも言えない、うん、何とも言えないんだけどもそういうことがあったね、えー、過去に対して過去っていうのはあんまとらわれない方がいいとは思うんだけどもあのー、ねやっぱね、えー、私も同じ 会社の方が亡くなまあまああのー、これ以上のことは言わないですけどまあそんな日ですね今日はね、えー、まあまあどうなっていくのかあ首都直下もねあるんで、まあ、この辺はどうなっていくのか、まあ、東海もありますからね南海トラフとか首都直下もあるんでこの辺はね どうなるか分かんないんですけども日々ね、えー、やっぱセキュリティっていうのかなあー守りのね感じをしっかりしていかなきゃだと思うんですけどもなかなかね目配りっていうのはできないと思うんでこういう日をね境にしてなんかこう、まあ、対策を打つなりね、えー、っていうのはしてもいいんじゃないかなと思いましたはいねすいません、えー、それで終わります、はい、それではね素敵なコインライフをお送りください